回転春巻きさん、わかんない初見ビーナーか、ありがとうございます。ひろあきさん、ビーナーありがとうございます。ご飯を優先してください。ぜひとも1時間やるので、終わった、食べ終わったら見に来てください。ぜひ。オンラインサイン会ありがとうございました。こんばんは、こんばんは。明日は早いっぽいので早くお風呂に入って早く寝たいと思います。ニットです、ニット。よいしょ。こんばんは。明日早い。でもまだ時間が来てないから、どれぐらい早いかは分からないんだけど、何時に起きるとかまだ分かんないんだけど、何時に都内って言われてるから、わー早いなーみたいな。今日はあったかかったです。これ1枚でよかった。これはさ、ニットだけどさ、ちょっとさ、こう風通るじゃないですか。でも全然なんかあったかかったなーって思ってます。午前中は雨降ってましたか？私は午前中はマスカットを食べながらドラマを見てました。ためたドラマをなんか最近はためみが多いですね。ためながらドラマを見て、うん、あ、ずっと晴れてたのか。ためてたドラマを見て、千里眼のマスカットを食べてました。そうです、ありがとうございます。貯めてたドラマなので、もう見てるものは変わらないんだけど、下剋上球児とメイビー恋が聞こえると、あとあれも見てたね、この前言い忘れちゃったけど、テチさんのやつ、手がかかる、なんだっけ、役職なんだっけ、裁判違うな、室尾剛さんとテチさんのやつ、手がかかる、なんとかなんとかは手がかかる、弁護士か、なんとか弁護士は手がかかるみたいなやつっていうやつです。うちの弁護士は手がかかる、それだっていうドラマを見ました。うん、あとなこさんのも見た、18歳新妻不倫します。そんな感じでした。を見てメイクして、メイクしながら YouTube を見て、 YouTube はなんかこうやって見てなくてもいいやつを見てながらメイクして家を出ました。そう、今日はゆっくりでした、スタートが。でもそうだ、お肉とイクラが届きました。ちゃんとどっちも午前中に届いて、あのインターホンで起きました。危ないインターホンで起きて、だから近々焼肉をしたいと思います。お肉は冷凍じゃなかったからね、早めにできたらいいなと。多分9とかかな、
9とか。そう、インターホンで起きたから、やばいって言って起きるから寝起きがいいんですよ。で、そっから9時ぐらいだったかな、多分。そう、そっからあの動き始めました。今日は二度寝してない気がする。今日二度寝してないと思う。なんか立ち上がったら目覚めるじゃないですか。だからそっから行動し始めて、はい。あ、私は基本そこに置いといてくださいスタイルなので合わないです。こんな感じ。この家めっちゃ荷物多くなって思ってるから。でも宅配の業者さんが違いました。いくらもお肉も届いたけど別々で。し、そんなもんなんじゃないですか。そんなことないのかな。そんなもんだと思ってた。時間差、30分後ぐらいに届いた。うん、焼肉はこの配信中に食べようかなって思ってます。はい。9日かなって思ってる。本当はさ今日食べたかったんだけどさ、明日早いし撮影だからむくんでたらやだなと思って、9の、みんな夜がいいですよね。ちょっと何時になるかわからない。早めだがいいからね。もう自分のスケジュールがなんだかなんだか。10はサイン会か。あ、違う違う違う、8の夜とか明日の夜か。でまだ時間が来てないからわからないんだよね。でも多分夜遅いから多分ね、明日明後日かなって思ってる。9日12時からなのか、ハンフェス一般12時からか。戦いだね、頑張ってください。はい、とメイク良き、ありがとうございます。今日お肌がうまくいったと思ってます。もうちょっと落ちてるけど、落ちてるけど今日はお肌がうまくいった日だと思っております。お、サインしてくれたやつの絵柄が今のところ全部違くて嬉しい。嬉しい、よかった。なるべく全部違くみんな届くのしたいんだけど、前回何を書いてたかは忘れちゃうのでそれは良かったです。でも4日間同じのはないようにしてるので、うわ前回のサイン会と一緒だったはないと思う。ただ前のシングルとかと被ってたらちょっと申し訳ないですね。イコラはまた別の時に食べようかなって思ってるけど、どうだろう。
今日のメイク好きありがとうございます、嬉しい。ひでちゃん、ありがとう。キューピットくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。ツヤなのかな、皮脂なのかな、わかんないけど。ビジュイ、ありがとうございます。ちょっと前髪は変、前髪は変です。こっちに全部流れちゃって、メイク動画、メイクはメイク配信してる、してます。動画はないですけどメイク配信してるので、またサイン会の日とかかな、やると思うので。前髪ケープで固めてます。でっかいコストコで買ったやつです。でっかいので固めてます。あれの黒があったらいいんだけどね。黒がいいですよ。でっかいやつは紫しかないから、でもまあいっかって感じでいちいち買いに行く方が大変だなと思って。みんなギフトありがとうございます。ケープってガチガチになるの、ガチガチにしようと思えばガチガチになります。今日は軽くなので全然動きます脂肪しかぶったらもうこんな感じになっちゃったけど、軽くね、軽く固めようと思ったら、って感じですね。これはショールーム、イベントがないから落ち着いて見れる。イベントなんかそういうなんか競うみたいなのはないですね、うん、こと同じやつ、え、黒ケープがいいですよ。私紫なんですけど、スイカゲーム何回やっても3000いかない。私もスイカにはなるけど全然いかなかったですね。今日やってみたけど、ケープ緑、緑あんま効かない。黒がいいですよ。黒は溶かしてもあんまり白くならないからいいです。今日早いですか？これぐらいを普通にしたいですね。どれぐらい大きいの？これぐらい、普通のサイズはこれぐらいだと思うんだけど、でミニはこれぐらい、普通のサイズこれぐらいだと思うんだけど、これぐらい大きいです。サイン会来てくださった皆さんありがとうございます。なんか謎にショールームの調子が悪くて全然、めっちゃ固まって端末借りたんですけど、なんか困っちゃいますね。缶の色が違うのはなんか多分匂いがついてたり、私は無香料のやつを使って、紫を使ってるんだけど、匂いがついてたり固める、こう硬さのレベルだったりですかね、うん、そう、なんであんなに調子悪かったんだろうってずっと思ってます。ひかりさん初見こんばんは、なんかずっとですよね。その前のその瞳と一緒にやってた時からですもんね。あ、自分の端末でやってます。そうなんです。なんかね、そう
なんか止まっちゃったからって一人の時間を短くはしたくなくって、だから一人と一人の間の時間をなるべくキュッとやってちょっと押しちゃったかなぐらいですね。紫無香料です。 AK さん初見こんばんは、ありがとうございます。いやね、うん、サイン会調子悪いの初めてです。最初治ったと思ったんですけど、あ、他のメンバーも調子悪かったんだ。そうなんだ。そこが電波悪いはないと思うんだよね、だっていつもできてるもん。充電の線は挿してるけどコンセントを入れ忘れた。あー、よいしょ、また電波悪くなったかと思われちゃう。よいしょ。さきほさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、とさきほさんありがとうございます。ありがとうございます。何だったんだろうね。そうだ、昨日のランキング、昨日のランキング上げてくれてた、あれ、あげ、頼んでるところが映ってるっけ昨日なんか2分遅れとかだったっけ、だったので、しかもさ、自分の画面が止まってないっていうね感じなんですよね。じゃあ今は充電し忘れただけです。